手ずつ両方握手するの？響きちゃん。タマ？Thank you.
ショーゴ、ごめんね。
ちゃうってこと？つまりめちゃくちゃ安いってことだよね。消費税？じゃあお金足りない。2個は無理なの？両方はダメなんだ。どっちも欲しいよ。決めなきゃいけないんだよね。1個に、1個だけに、1個だけ。すでに板についてきたって感じだね。すごくいい感じ。そう？ありがとう、しんさん。今日は何する？これは学生ブランチ。ショウゴがオーダーしたことにすれば通るからね。どうした、ショウゴ。お疲れ？なになになに？面白いこと？教えろよ。トラブルなら俺に任せろよ。それって店長と同じものだぞ。そうすか。俺は冷たい飲み物、オレンジジュースかな。はい、オレンジジュースね。マグロはもう少し会話術を磨いた方がいいな。女の子を喜ばせるならもっとスムーズに流暢なセリフが出てこないと。そんなことないっすよ。いつも喜んでもらってるっす。それは魚力に買い物に来るおばちゃんたち相手の話だろ。そんなもじもじした態度じゃ好きな女の子も誘えないぞ。頑張れよ。頑張る？さあ、何のことだか俺にはさっぱりっす。お、落ち着いてるっす。男は小さなことにいちいち動揺したりしないものっす。今度の土曜だからな。分かってるか？誘いたいならそろそろ声かけないと。そうかな。俺は年がら年中早いって感じがするな。でも日本の外に飛び出すと急に時間はゆっくり進み出すような気がするぞ。そうだよ。なんでかな。
景色のせいか。不思議だぞ、太陽まで違って見えるから。待ってるよ、当たり前のこと言うなって。だから不思議だって言ってるんだよ。でも普通は花だよな。花が嫌いな子なんていないだろうし。いや、普通じゃダメだ。あれが描けるか。インパクト。マグロ、独り言は遠くでしろって。あ、なんかいたっすか。